謎解き、脳を刺激してスカッとする脳トレ問題が全部で5問、おまけ問題付きです。では始めましょう。第1問、ハテナに入る言葉はアからウのうちどれでしょう。正解はイでした。それぞれの言葉の中には曜日を表す語が隠れています。ハテナにはかを含むものを選べば良いので、遠ざかるが正解です。第2問、ハテナに入る数字は何。正解は6でした。ハテナに6を入れると縦は白クマと読めます。横は上下反転しているので数字部分は9になり、給料と読めます。第3問、ハテナに入るイラストはアからウのうちどれでしょう。正解はウでした。左辺の図形はそれぞれ紙幣、硬貨を表しています。それらをひらがなで四角を埋めて矢印の方向に読むと、ハテナに入るのはイカとなります。第4問、ハテナに入るひらがなは何でしょう。
正解はドでした。それぞれの丸を上のように読むとき、終わると同じ意味になるような言葉を入れるにはエンドとなればいいです。第5問、ハテナに入る都道府県はどこでしょう。正解は三重でした。各都道府県名をローマ字に変換したとき、文字数が1文字ずつ増えています。ローマ字で3文字の都道府県は三重です。おまけ問題です。ハテナに入る都道府県はどこでしょう。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。